はい、どうも、ヒロです。恋を縛りキャリアストーク編やっていきます。で、今回は前回の続きからやっていきます。で、前回、シティからパーマを補強しまして、で、フォワードのね、ゲルハードも、現在レンタル交渉中ですね。で、今回は、トレーニングして日程進めながら、ゲルハードの結果を、結果待ちですね。結果待ちでどうなるかを見るのと、あとは、まあ、コメント以外でね、ちょっと補強してみたいなっていう選手を検索しようかなと思います。まあ、すでにね、何人か入れてるんですけどね。うん。実際にストークにね、今シーズンレンタルで加入した、ウルブスのゴールキーパーの彼とか、ちょっと読み方忘れたので。で、センターバックのトゥアセンブですね。ユナイテッドの。彼はね、レンタルオファー来たらね、あ、したらね、来そうな気はするんですけど、契約期間が1年なんで、冬になんか、ね、移籍金ゼロで補強した方がプラスになるのかなっていうのも思うんですけどね。まあ、その辺を考えながら、ちょっと、していこうかなと思います。今後補強に関してはね。で、あとはまあ、このメンバーですね。まあ、ベテラン若手、含めて、あと、新規の交流含めてですね。とりあえず、リストに入れてます。で、まあ、この後ね、まだ追加で他のポジションもね、見ていこうかなと思うので、とりあえずプレミアリーグで、探していきます。はい。じゃあ、とりあえずトレーニングするんですけど、まあ、トレーニングね、いつもね、5人の、やつ選んだりしてやってますね。自分は。まあ、決定でいいでしょう。まあ、その方が、チーム全体の、シャープネスが上げやすいのもあるので、それもあってね、基本的には5人を選んでます。3とか2とかじゃなく。で、たまにね、ちょっと変えたいなと思ったら4とかね、そういう感じでやってますね。どうしよっかな。カウンターアタックにしようかな。素晴らしい練習日ですね。オッケーです。よし。で、週間スケジュールして、だいたいね、トレーニングは、まあ、こういう監督で始めると、プレシーズンマッチないんで、なので、まあ、3日連続とか普通にやってもいいと思います。で、1日休みとかね、そんな感じで、いいと思うんで、チャットが来てるね。あ、頑張りましょう。オッケー。で、まあ、一回、だいたい、トレーニングしたら、5人なんで、まあ、体力の面が、100の選手とかを、入れてね。あ、間違えた。入れて、うまくこう、バランス取りながらトレーニングすると、まあ、だいたいシャープネスが、平均的に高い位置で、全選手ね。シーズン進んでいけると思うので、そういうとこをね、考えながら、やると、まあ、能力のクオリティはね、やっぱありますけど、ある程度一定の、パフォーマンスはしてくれるかなと思います。で、まあ、トレーニングしてたら、まあ、体力100っていうのがなかなか難しくなってくるんで、その時はもう、シャープネス上げたい選手を、選んでトレーニングしてあげるといいと思います。まあ、スタメンじゃなく控えなんですけど、まあ、ローテで回すような選手ですね。そういう選手を入れてあげると。お、加入しましたね。オッケーオッケー。来たね。これはでかいよ。この感じは、そこそこ能力が高い感じの演出ですね。スタメン張るようなね。キックアンドラッシュじゃ全然ないけどな。まあ裏に抜けるってことを考えると、まあまあ、これでいいんですけど。16番、いいね。エース候補ですね、完全に。ローがハマればローでいきますけど。
72。ああ、なるほど。新たなスター選手だって。いいじゃん。いいじゃん。オッケーよ。よし、ゲルハードが加入したぞ。これはでかいね。練習指示ですね。どうしよっかな。パスもそこまで悪くなく、ヘディング精度ちょっと上げたいね。なんで、ターゲットマンでとりあえずしよっか。うん、ターゲットマンにしてですね。よし、じゃあ、加入したんで、とりあえず選手検索で、まあ、補強したいなっていう選手を探していきますか。ゴールキーパーは前かな。来シーズンの補強になるけど。あ、ダメだな。いくらなんだろう。ちょっと調べれるかな、今。まあ、3億円ぐらいですね。うん。高くて6億円。そうか。能力的にはどうなんだろうな。悪くないと思うんすよね。ちょっと待ってね。アンカー。まあ、キルケニーがボーマスからレンタル来てるから、あれなんですけど、オファーしてみよっか。大体の値段分かったし、今。ちょっとオファーしてみます。はい、ペーターセンだったかな。ペーターセンが加入しました。まあ、ちょっとね、高かったですけど。うん。評価 D ぐらいじゃないかな、これは。でも、アンカーのとこのレベルアップは確実にするんじゃないかなと思いますね。うん。あと、実際にストークに、まあ、レンタルで来てますけどね、補強して加入してる選手なので、そこも現実に近づいたかなと思いますね。7番が似合うじゃない。いいじゃない。OK、いいよ。高かったと思うよ。絶対高かったよ、これ。ほら、でしょ。だと思う。あと2億円ぐらい安くできたよね。いや、やっちゃったよね、これ。まあいいわ。補強としては悪くないから、まあいいでしょう。よし、練習指示して今回は終わりにしましょうか。で、次回はちょっと日程を進めてからにしようかなと思うので、その間に、レンタルに出そうと思っている選手たちはレンタルに出そうかな。リストに載せて。OK。じゃあ今回はこれぐらいで終わりましょうか。まあ、新加入の選手2人、ゲルハートとペーターセン補強しまして。まあ、あとはもうお金なくなったんで、レンタルで、取れる選手、まあ、ドゥアセンベとか、ね、そういう感じの選手ですね。実際に補強して加入してるようなね、選手を、補強できたらいいかなと思うので、まあ、次回、開幕戦がいつになるんだろう。29ですね。なんで27ぐらいから、次回始めて、まあ、補強して開幕戦迎えれるような感じでやっていきたいと思います。では、今回はこれぐらいで終わります。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。